ロシアの作曲家、アルフレッド・シュニトケが1979年に作曲した公共曲第2番、聖、フロリアン、あるいは、見えないミサは、コントラルト、カウンター・テナー、テノール、バス、そして、混声合唱とオーケストラのために書かれた公共曲である。この公共曲は、19世紀のオーストリアの作曲家、アントン・ブルックナーへのオマージュとして書かれたもので、 ブルックナーは、オーバーエスターライヒの聖フローリアン修道院と密接な関係があり、同修道院のオルガンの下に埋葬されている。1977年、シュニトケは、リトアニア室内還元楽団のチェンバロ奏者として、聖王を訪れた。その際、ブルックナーがオルガンを弾いていた、リンツ近郊の聖フローリアン修道院を訪れ、ブルックナーが埋葬されていることを知った。 黄昏時に回廊に入ると、修道士たちが夜の見えないミサを歌う音が聞こえてきた。これが彼に鮮烈な印象を与えた。その2年後、ゲンナジー・ロズデ・ストベンスキーが BBC 公共楽団のためにシュニトケに作品を依頼した時、作曲家は公共曲第2番を書くことになった。公共曲第1番の外交的なポリスティリズムに比べて第2番は、 より多様な音楽の源を徹底的に吸収することを示している。この公共曲はほぼ同時に2つのレベルで機能している。ソリストと合唱団がグラダーレでのコラールに合わせてミサ曲を演奏している間、オーケストラは特定のコラールに従うこともあれば、かなり自由で広範囲なスタイルの解説を行っている。しかし、音楽的にはほとんど全てのセクションで、 コラールの曲とそれに続くオーケストラの後半な解説がブレンドされているのである。この作品は、シュニトケが目に見えないミサと呼んだものであり、アレクサンダー・イバシュキンがコラールを背景にした公共曲と呼んだものである。この公共曲は、ローマ・カトリック教会のミサ天礼に習って構成された6つの楽章で構成されている。演奏時間は約60分である。 キリエ・グロリア・クレド・クルチフィクス・サンクトゥース、ベネディクトゥス・アグニュス・デー・シュニトケの電気作家であるアレクサンダー・イバシュキンは、この公共曲は通常の2倍の数の木管楽器、4本のフレンチホルン、4本のトランペット、4本のトロンボーン、1本のチューバ、幅広い種類の打楽器、ピアノ、チェンバロ、オルガン、チェレスタ、2台のハープ、エレクトリックギター、 ベースギターからなる大編成のオーケストラのために書かれている。混声合唱は各西部の4人のソリストを含む室内学的なものである。と述べている。ありがとうございます。